はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸5をお送りします。で、最初から謝罪から入ります。前回ね、続きで動画を見てくださってる方はね、あれと思う方が多いと思うんですけど、前回この不等式の表す領域終わりましたと。で、次は領域と最大最小をやりますって言ったんですが、すいません、丸5が残ってたということで、今回最後不等式の表す領域をねやって、で、次回最大と最小に行きますので、ちょっとそういうことでよろしくお願いします。で、最後はまたね、あの領域を図示する問題なんだけど、ちょっと取り上げてない2次関数をね入った問題やっていきます。なので、まあ2問ねありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、さっきも言ったように、二次関数です。ね。で、二次関数、正直、そんないっぱい出てくるイメージはないんですけど、やっぱ直線と円がメインかなと思うんですが、一応ね、出てきた時のためにやっておきます。で、二次関数は特に、ちょっと覚え間違いをすると、一気にミスが出てきてしまうとこなので、まあ、そこもね、注意したいかなと思って、ね、今回取らせてもらってます。で、今回こっち、y イコールじゃない。ダイナリーイコール x2 乗、二次関数だね。で、こっちは直線です。で、両方も y イコールになっているので、早速ね、まず図示をしていくんですが、上か。だから、そろそろこれをね、まっすぐ書きたいんですけど、マッパ右下がるんだよね。ごめんね。で、まあ、上がメインなので言うと、下は短めで切ります。こんな感じ。で、原点0にして、まず二次関数からいきましょう。y イコール x2 乗だと思って書けば、まあ、こういう原点をね、上に凸のものなので、ちょっと待ってね、まあ許して。で、こうなって、で、次に y イコール 2x プラス3です。で、切片が3で傾き2なので、3でしょ。で、傾き2だから、まあこの辺にしておこうか。こういう感じ。ちょっと足りなかったね。で、必ず、まあ、X 切片、Y 切片、あと交点とかも書いていきたいんですけど、まず交点、ここ行こうか。で、こうちょっとごちゃごちゃするんで、矢印使いますね。まずここ。直線の X 切片。Y に0を入れておけばいいから、マイナス2分の3か。こうなります。で、次に、交点行こうか。で、交点は y イコール x2 乗、そして y イコール 2x プラス3、それの連立方程式で解けばいいので、代入法で入れてもらえれば、あれでもずっと赤で解いてたね。あ、赤でね、黒で書いてたね。じゃあ、代入した後ね、x2 乗で代入して持ってくるから、これを解けばいいと。で、これを、マイナス3と、プラス1なので x が3とマイナス1になります。だから、交点は黒でいくか。こっちが3だね、が3で、ここが1です。で、まあ、どっちに代入してもいいですけど、3の時 y は9で、こっちが1じゃない、ごめん、マイナス1だ。マイナス1の時1になるね。で、これで交点も終わってて、全部書き終わったから、あとは領域を書けばいいと。で、まず直線の方はもうやってるので、こっちにね、小なりイコールになってるから、直線の下になりますね。直線の下で、もう一個こっち、これは y 大なりイコール x2 乗です。 y の方に口が開いてる。で、イメージとして、覚え方としては、直線と同じで y の方に口が開いてたら、それより上って考えてください。なので、今回もこのカーブの上になります。全部の線の上なので、この中ね。で、やっちゃいけないのが、y の方のが口が開いてるから、中って覚えちゃダメです。これは。絶対に線の上って覚えてください。で、ないと、こっちの時に外します。こっちの時、y の方が口開いてると、こうなってる。線の上だから、上全部になります。でも、中って覚えてたら、この中になっちゃうので、そこで外す。だから今回はこのね、
カーブの中と、中って言った割りね、上とこの直線の下になるので、ここです領域で、両方イコール入ってるからね、こんな感じで、いつも通り両方イコール入ってるから、この下は怪しいね、ここ行こうか、間違ったごめん、強強になっちゃった、境界線を含むと、これで OK です。まあ、これが2次関数の、解き方ね、領域ね。で次行きましょう。で次は両方とも2次関数だね。でyイコールになってないので、まず直します。でこっちから直すと、持ってくればいいだけだから、マイナス x2 乗プラス4、そしてこっちが y をこっちに持ってくるイメージの方が楽だね。 y、 はいはいはい、2乗じゃないね、こうなって、こうなる。でこっちはいいんだけど、こっちまだ平方完成しなきゃいけないので、ちょっと平方完成しちゃおうか。で平方完成するとマイナス1の2乗引く1か、これで OK だね。であとはもう書くだけです、さっきと同じでね。で今回は上に凸と下に凸両方出てくるので、まあ、全体か、ちょっと上気味で書くか、じゃよし、ちょっと待ってね、あ、ちょっといい感じだったね、これで、よいしょ、 Y でしょ、で、X 原点と、で、どっちからこっちから書こうか。そしたら、まずこれが、0の4が頂点なので、0の4、いいか、この辺にしとこうか、4通るんでね。で、上に凸、下に凸だから、下に凸じゃない、上に凸か、これさっき言い間違ったね、これね、間違えましたね。こっちなので、2とマイナス2を通るよね。y イコール0第2しとくと、2とマイナス2だから、まあ、こことこの辺を通るように書いていこうか。よいしょ。もうね、2次関数は本当に苦手で書くのがね。よいしょ。ちょっと曲がりましたけど。で、さっきも言ったように、2とマイナス2、そして4です、ここが。これはまずこっちね、の2次関数。で、こっちが、頂点1のマイナス1だね。で、今度は下に凸になるから、1のマイナス1、まあ、この辺か。で、y 切片も、あ、x 切片求めたいよね。y に0を入れると、0と2を通るから、こことここ通るのか。で、書くと、ちょっとこれは無理やり書くんだけど、まあ、こんな感じになるね。で、あとは、この、接点でね、交点がね、座標が必要なので、これも連立を解きます。で、さっきと同じように、y イコールだと思って、代入法で入れてください。どっちを入れても構わないですけど。じゃあ、y イコール、これをここに代入したと思って解くと、プラス4、で、イコール、で、こうなる。で、全部右辺に持っていくと、違う。2へって、こうなって、で、2で割ってしまおうか。で、因数分解できるから。で、ちょっと長くなったけど、x は2とマイナス1になる。で、2はこっちも終わってるので、2の0分かってるから、こっちがマイナス1と。で、これちょっと音鳴っちゃったね。ごめんよ。マイナス1で、ちょっと代入するとどっちでもいいんだけど、3か。だからマイナス1の3が交点になります。これで全部出たかな、もう。大丈夫だね。で、あとは領域と。で、今回、まずどっちから行くか、こっちから行こうか。y が口閉じても、y の方に口が閉じてるので、線の下になります。で、こっちはこのカーブね、こっち。この線の下になる。まあ、だから表現的には中っていうか分かりやすいかもだけど、この線の下ね。で、こっちは y の方が口が開いているので、このカーブの上になります。下で上。だから、結局この中全体になるんだけど、ここね。ここが領域になると。で、両方ともイコールが入ってないので、境界
線を含まないと。この一言を添えて OK となります。いいかな？基本的にはね、難しくはないんですけど、最初にも言ったように、結構今までいろんな生徒を見てくる中で、円がその中と外って表現で結構覚える。まあ、自分もそうやって覚えてるけど、そうやって覚えたりするので、この二次関数の時も結構このカーブの中と外って覚えやすくなる。でもそうしてしまうと、こっちの時に外してしまうので、線の上か線の下。こっちもそう。線の上か線の下で覚えておくと確実に外さなくなりますので、そんな感じでやってもらえればと思います。では、今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、ここね、前回ちょっと言い間違っちゃいましたけど、次回こそ、領域と最大最小やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。